皆さんこんにちは、武田塾の高田です。ヤービーです。私ヤービー、悔い改めたことがあるので視聴者の皆さんにご報告したいと思います。今まで私立文系ばかり推してすみませんでした。これからは国公立大学、特に超国公立大学を、推し進めていきたいと思います。というわけでね、今回の動画は超国公立っていいよねっていう動画です。ヤービー先生は、はい、高校時代、はい、学校の先生に、はい、地方国公立をご利用しされて、はい、で嫌な思いも抱きつつ、はい、俺は東京行くんだ、志文だ、総慶だって言って、はい、浪人生活スタートしたわけじゃないですか、はい、僕も今までね、やっぱり東京の私立大学に行って、はい、人生を変えるんだってことは全てだと思ってました、うん、ね、じゃあ30代になりまして、はい、超国公立、はい、まだまだいいとこあるだってことで高田先生とね、はい、超国公立の良さについて語っていきたいと思います。嬉しいです。私立が全部悪いとか言うつもりはないんですけどはいはい、はい、国公立もいいなっていう気持ちになってきました、はい、なるほど、なるほど。若い時は東京出て都会に揉まれて、はい、やっぱいろんなね影響を受けるべきだと思ったんですけど、超国公立でのんびりとは言わないけどね、はい、過ごしてもいいなっていう考え方にちょっとだけ変わりました。ただ自分はやっぱ都心の私立に行った方が、うん、例えば超エリートになりたいとかね、うん、自分の将来一気に変えたいっていう人は、うん、僕絶対ありだと思うんで、はいはいはい、それは引き続き進めていきたいと思うんですけ ど、はい、超国公立いいなというのをちょっと今回改めて語っていきたいなと思ってます、はい、いいですね、はいはい、じゃあどんなところがいいなと思いましたか、はい、やっぱりですね、はい、学生がのびのびしてる都心部って、はい、やっぱりこの人が多すぎて、はい、学生数が多いんで一、はい、人の教授に対してやっぱたくさんの学生がついて ね、はい、そうですね、しっかり学べなかったり、うんうん、住居環境もね都心部高いじゃないですか、お金かかったりですね、あと一人暮らしするにはやっぱご飯とかも ね、はい、ねコンビニのご飯になっちゃったりとかね、はいはい、あるので総合的に考えて環境がいいなと思いました。なるほど、なるほど。地方でもコンビニご飯になっちゃうパンになっちゃうじゃん。いやいやいや、惣菜が安く売ってたりとか、あと学食がね充実してたりとかね、そう入れないですよね昼休み私立とかだと。そうなんですよ、はい、教室も結構立ち見が多いとか聞きますよね、そうなんですよ、私立の子たち、はい、もうそうなっちゃいますからね、まあ、伸び伸びしてると、伸び伸びしてますね。ちなみにどの辺の大学が特にこの考え方に変わったの、はい、きっかけの大学ありまして、はい、鹿児島大学ですね。超国公立ってもうぶっちゃけ高校の延長で、はい、キャンパスも汚いし場所悪いし教授もやる気ないしみたいな、ね、っていうイメージだったんですよ僕はね。なるほど、最初はね。そう、はい、実際行ってみたら、はい、例えば鹿児島大学、はい、都心部からもアクセスいいです、はいはいはい、でキャンパス入ってもすごい綺麗です、はい、もうカフェもあったりね、もう緑芝生があったり、詳しいですね。で学生も、はい、本当もうキラキラした目で話していて、はいはい、何か特化して、はい、この理系とかで学びたいなと思っちゃいましたもん。確かに鹿児島大って、うん、なんか噂によると、はい、結構宇宙が強いらしいです。種子島に宇宙センターがあるから、はいはい、そこと連携して宇宙強いとか、うん、はい、地学系、はい、まあ、火山灰の影響ですか、うんうん、分かんないですけど、うん、鹿児島ならではの土地を生かした研究が進んでたりとか、はい、あと農学部も強かったり、うん、水産学部も、はい、強かったりっていう風に結構専門的な分野がある大学なんですよね。そうなんですよ、本当にね。話大きくなりますけど、はい、もうこれから日本が勝っていくのって、はい、もう農業と IT メタバース、その辺しかないんですよ、もうね。あ、そうなんですか。仮想空間とか、はいはい、コンテンツとかね、その漫画とか強いじゃないですか、はい、日本、はいはい、そうっていうところじゃないと世界で戦っていけないですよ。なので結構鹿児島大学これから伸びていく分野が結構強かったりするので、はい、そういうのをもっと学生時代知ってたら、うん、また選択肢違ったかなと思って僕は武田ちゃんに話したいと思ったんですよ。なので、じゃあぶっちゃけ、はい、高校時代のヤービー先生、鹿児島大とかあるよって言われても、うん、はい、いやちょっと舐めてたんですね。舐めてました、田舎の大学だろう、僕はねみたいな、ね、鹿児島大学申し訳ないですよ、すいません、僕関東は ね、 昔はね、今関係変わってますんで、そうそう、こういう動画を通して知ってくれたら、うん、やっぱ全然イメージ変わって、はい、あ、そういう選択肢もあるなみたいな、別に超難関私立に受かんなくても、うん、なんとかなるじゃんみたいな、うんうんうん、むしろそっちの方が良かったんじゃないかってなるんですよ。だからそれぞれ地方国公立の多分強みのある学部というか、推してる学部って多分各大学にあるはずなんで、そこをもっと高校生たちは調べた方がいいってことですね。そういうことです。あとなんか僕思うのは、やっぱ学生楽しそうじゃないですか。楽しそうですね、地方の子たち。大学の周りにこうみんな一人暮らししてお互いの家行き合って、ね、なんかね、鍋みんなで冬の時期とか囲んだりとかして、でサークルとかね、近くの大学で楽しんだりとかして、毎日修学旅行かみたいな、そういうのがちょっと味わえるんちゃうかなと思ったりもしますね。そうで、これも都心部でそういうのあるんですけど、うん、都心部だと結構浮いちゃう学生とかいるんですよね。その要は人が多すぎて周りに満たされてる人がいて、一、はい、人でやっぱ孤立しちゃう学生とかいるんで、うん、そういう人は地方に行ったら人がそこまで多くないんで、うん、そういう人も重宝されるんですよね。だからリア充になれる可能性が上がるというね。そうなんですか。いやでもいいのは、うん、コミュニティが東京ってもういっぱいあるじゃないですか、はい、バイト仲間とか、うん、インターン先とか、うんうん、まあ、クラスとかサークルとか部活とか、はい、ここだみたいな、なんかどっぷり入らなくて、なんかちょこ
こちょここうつまみ食いするみたいな学生が東京だと多いと思うんですけど、地方とかだったら結構どっぷりじゃないですか、はい、クラスで仲良くなるとか、サークルで仲良くなるとか、はい、そういうのがあると思うんで、うん、地方いいなと思いますね。そうですね、そこでやっぱこの大学生時代にこの一緒の仲間ができるわけですよね。東京ちょっとできづらいんちゃうかなと思うんですよね。ちょっと浅く広くみたいなね。そう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 、友達は多いけどみたいな、まあ、イメージ偏見ですけど、はいはい、だから地方国公立の強みは確かにあるなとは思いますね。うんですね。あとやっぱもう研究するのは絶対地方国公立ですね。むずいっすけどね、うん、その私立でも、うん、まあ、例えば早稲田とかだったら結構歴史系強いとか、はい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 、文学部系強いとか、うんうん、まあ、強みはあるんですけど、はい、確かに理系とかだったら国公立の理系強いっすよね、うん、そう、理系だ、実験するとか、はいはいはい、それこそ宇宙系とか、ね、工学系とかだと結構地方だとやっぱりこの予算があったりとかするとこもあるんじゃないですか、研究室で。でそこでなんかこう勉強して、うん、院でまたレベルアップして、うんうん、なんか名門の大学さらに入っちゃうみたいな ね、そういうコースも歩めますし、だから魅力的ですよね。いや、そうなんですよ。なので私今まであの都心部の私立大学ばっかり進めてきましたが、はい、うんうん、超国公立、うん、貯めていいなと思ったんで、うん、ぜひね、受験生は、はい、超国公立気になってる人はしっかり調べてほしいなと思いますね。わかりました。はい、ちなみに今回がこういう考えに至ったのも、はい、IT 技術の進歩っていうのはめちゃでかいですね。例えばやっぱオンラインで今もう面談とか要はあったりすることができるじゃないですか、うんうん、やっぱ自分の時ってこうやっぱこの都心部に行かないとそのもう何も進まなかったけど、面接とか、はいはい、そう、何かね、人に会うとかも、はいはい、そう、まあ、全て今オンラインで全部やっぱ完結するとかあるんで、うん、まあ、コロナ以降ですね、やっぱそういうのでやっぱ地方国公立 の価値がさらに高まってるんじゃないかなと僕は思いますね。情報が取れるようになったきた。なるほど。地方にいながらでも、うん、都心の情報にアクセスできると。そういうことですね。ちょっとそれぞれ強み弱みがね、はい、あるんで、私立のいいところもね言っとかないと思うんで、はいはい、私立はやっぱ僕、うん、就活強いなって思うんですよね。いや、そうですね。東京にあるから、はい、こうみんなも就活意識も高いし、うん、早くから準備するし、はい、情報も回ってくるし、はいはい、そうですね。地方の子たちやっぱ東京で就活とか行われるから、うん、結構夜行バスで行ったりとか、はい、何日も泊まれなかったりとか、うん、ちょっとそこを不利かなとは思いますけどね。そうですね。だからマスコミだったりとか、はい、あと本当も超一流の、まあ、例えば外資系コンサルとか、うん、そういうことになるとインターンの時にも決まっちゃうんで、もう結構その都市部のインターンに参加できないと結構無理みたいなところもあるので、うん、だから超エリートになりたい人はやっぱり都心部の国公立東大とかね、京大とか、うん、あとやっぱり総計とかね、強いなと思いますね。うん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 、東北に行く人ってじゃあ世の中の人口何パーなんだよってね、ちょっと正直思うわけですよね。はいはいはい、多くの人は超国公立でもいいんじゃないかなと思います。都会で大学生活過ごしてこう一発逆転の人生狙うのか、それとも地方でのんびり自分のコミュニティを築いていきたいみたいなタイプなのか、うんうん、結構ね、はい、あの分かれるところだと思うので、今回の話を参考に、うん、矢部先生も私立ばっかりがいいと思ってたけど、うん、そうじゃないんだなっていうのを気づいたみたいなので、はいはい、受験生の皆さんも参考にしてもらえたらなと思います。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。